最初の1、2はちっちゃくちっちゃくでもしっかり手は伸ばしながらも打つ。で最後の3本目にいつも以上の決めを意識しながら打ち込む、下に沈むっていう意識。相手が近づいてくるんだから、しっかりと頭の中、巻くイメージで、相手のことを待つわけで、我慢を言う、それを待ってまして、パーン、このイメージ。